眼科医の平松です。今日はまあ緑内障とか網膜色素変性症とか、まあそういう、そうですね、重い病気とかで抱えている方で、まあ将来失明することはやっぱ不安なわけじゃないですか。で、そしたらどうなるのか、そしてそういう時って結婚していいのとかっていうのがやっぱ心配になる方がいらっしゃるんですね。まあ、実際いただいた質問で、まあ30代の方から、結婚願望があるんですけど結婚してもいいでしょうかと、まあ相手に迷惑かけないか心配ですっていうことで、まあご質問いただきましたと。で、実際私の患者さんでも、まあね、10代、20代の方もいればもう70代80代の方の緑内障の方もいて、長く見ている方もいれば、まあ新しく見た方もいて、で結婚されている方もいるし、してない方もいます。でそれぞれ、まあもちろんね、それぞれの個人的な結婚観とか普段の生活まで私がわかるわけではないんですけれども、私が見ている範囲内で、まあ実際相当視野が狭くなっちゃったとか、ほぼ失明に近くなっちゃった患者さんって、まあ家族とどう付き合っているのかとか、はたまたまあどういうふうに、治療の向き合っているのか、そして相手に迷惑かけないかですね。まあこれも家族もですね、迷惑かけないかっていうところは心配だと思うんで、まあそこをちょっと掘り下げてお話ししようかなと思います。で、結論から言うと、結婚自体をすることを全く止めるもんじゃないし、それが悪いとは全く思わないっていうのが、個人的な見解だし結論です。まあ、実際私の父親だって緑内障ですし、まあ、最近言われたんですけど母親も緑内障らしくて、ってなるとうちの両親ともまあ緑内障なわけじゃないですか。ってなるとまあね、で僕いるわけなので、結婚してもいいかなっていう、まあ個人的な経験ももちろんあると。でそれ以外で言うと、相当ね末期の方で、今は見えてるけど、まあ、今後心配で、家族に迷惑かけるかなっていう方もやっぱいらっしゃるし、まあ、実際私の患者さんでもいらっしゃると。でも、なんていうかな。それって、緑内障に限らず全ての人生で言えることで、もしかしたら癌を発症するかもしれないし、もしかしたら事故を起こすかもしれないし、もちろん緑内障があって比較的末期だったらその可能性は高いんですけども、そのことを前もってある程度言っておけば全く問題ないってことが、一般的です。今まで、例えば、すごく見えていたんだけども、視力も 1.0 出ていたんだけれども、まあ、状態が悪くて、で、他の合併症とかもあって、視力がもう 0.1 以下になって、歩くのも大変、白い杖もついて歩いて、まあ、それこそ介助をしなきゃいけないような状態っていう方もいます。で、その、なる前に結婚されて、そうなってから結婚され、生活をずっと育んでらっしゃるけれども、まあ、なんか、僕の印象ですよ。僕のところに来てる患者さんが、その、ね、性格がいいとかそういうのもあるかもしれないんですけれども、むしろ、なんていうかな、絆が深まったというかな、そういう感じの印象を僕個人は受けます。で、それはきちんとですね、向き合ってるからってところもあると思うんですよ。ちゃんと病気のこともお互いに、お話ししてるし、で、僕からフィードバックされたのを、まあ、家族も知っているし、ってなると、まあ、きちんと分かって、まあ、治療はしているわけで、まあ、そうして、将来こういうこともあり得るなってことを分かってやってて。で、もし、余震波起きた時って、見えてる時って、全く見えなくなるともう生活って全然ダメってイメージあるじゃないですか。でも、そうでもないんですよ。で、実際さっき言ったように、見えてて、ご健康されて、その後、まあ、見えなくなった方って、確かにもう、なんていうかな、歩いたりとか、難しいです。難しいんだけれども、白い杖をうまく使えるようになれば、全然普通に歩いてますし、一方で、いわゆるこう、料理とかそういうのも、それまであんまりできなかったのが、なんていうかな、ちゃんとそういうね、やり方なんですよ。で、僕がその方とか紹介したりとか、まあ他にも紹介したりしてるのは、リハビリセンターっていうのが、まあ、首都圏だと埼玉にあったりして、そこで生活指導みたいのをやってもらうところがありまして、まあ、訓練ですね。訓練してもらって、もう本当にこう、まあ、ほぼほぼ生活は、まあ、普通とは言わないですけど、それに近いぐらい、結構できるんですよね。なので、まあもちろん苦労は必要だし、見えてる時に比べれば大変かもしれないけども、全く生活が成り立たないってことはないです。ただ一方で、何の努力も、チェックもフォローもしなければ、それはもちろんダメなので、まあそこは頭に入れてっていうふうにしていただけるといいかなっていうふうに思います。今日は、まあ緑内障の方で、まあ結婚していいのとか、見えなくなってくると生活どうなんのっていうことについてお話ししました。で、国立リハビリセンターとかの、いわゆるこう、ケアとか、まああと盲導犬とかっていうことなんですけど、例えば盲目の吉典先生ってドラマあるんですね。私が監修させていただいたドラマがあるんですけど、だと、まあそのリハビリの様子とかそういうのも多少出ているので、まあこれは参考になるかなと思って、これ DVD とか売ってますんで、下に概要欄貼っておきますけど、まあちょっと見ていただければとも思います。今後何か疑問とかこういうことありましたら、コメント欄に書いていただければそれもお答えしますし、チャンネル登録していただけると、いろいろアップしていくんでよろしくお願いします。